俺の名前はライエル。カナダに在住してる30歳の男だ。今俺はちょっとした問題を抱えている。はいはい。今の流行りは韓国車だぜ。なんで日本車のスバルなんて乗ってるんだよ。いや、別にどんな車乗ってても俺の自由じゃん。だっせー。それはアパートメントの隣人であるトマスのマウントがうざいこと。見ろよ、俺のピカピカの韓国車を。お隣のスミスさんだって、俺の母ちゃんだって、みんな韓国車に乗ってるぞ。お前も日本のダサいメーカーの車じゃなくて韓国車にしろよ。いや、なんだよその謎の韓国車欲しい。流行ってるのはわかるけど、なんで韓国車乗ってて偉そうなんだよ。それになんと言っても、この韓国車の美しさ。お前のその車とは比べ物にならないほどのスタイリッシュ感だろう。まあそうだな。やっぱりデザインでも車は選ばないとな。お前の車はダサいや。だいたいお前はなんでそんな流行らない車に乗るの。スバルのフォレスターだっけ。何がいいんだよ。俺の車は確かに知名度はイマイチだけど、性能はピカイチなんだ。そこが気に入ってるんだよ。はぁ、マイナーな車なんてどこがいいんだっか。俺が乗っているのはスバルのフォレスター。ちなみにスバルは日本の群馬県にある自動車メーカーだ。特に水平方向エンジンや 4WD の性能で評判がいい。水平方向エンジンは振動が少なく前高も低い。おまけに軽量だ。スバルはその水平方向エンジンの開発に長年取り組んでいる。日本国内でもマイナーな車種だけど、北米でその人気は高い。ふぅ、やっぱりレガシーは最高だ。乗り心地がいいわよね。年間の出荷台数は70万台を超え、スバリストと呼ばれるスバルのファンも多い。だからトマスがなんでスバルをバカにするのかわからない。だって日本の弱小メーカーの車のどこがいいんだよ。日本車に乗るならさ、トヨタとかスズキとかもっといいメーカーがあるだろ。そんな小さい日本車のメーカーの何がいいんだよ。まあ乗らないお前にはわからないかな。俺はダントツ韓国車だね。まあ俺はこの車が好きだから韓国車に乗る必要はないかな。おい、韓国車ディスるってどういうこと？いや、ディスってないよ。俺はスバル以外の車に乗る気はないんだ。なんだよそれ。別にスバル以外の車も乗っていいだろ。自分で選択肢を狭めてどうするんだよ。おかしいぞお前。いや、別にどのメーカーの車にこだわるかは俺の好みだろ。お前だって韓国車推しのくせに。でも、それから数日後に事態は一変した。なんだよこの雪。これじゃ仕事に行けないじゃないか。まあ普通だったらそうだけどな。カナダは積雪が多いとはいえこれはすごい。まあ俺は普通に仕事に行けるけど。は？何言ってんの？じゃあ俺はこれで。お前は今日は休んだ方がいいぞ。ああ、うん。待て、危ないだろライエル。歩きで行くつもりなのか？いや、車。ちょっと待て、こんな雪で車が出るはずないだろ。やめろよ。あ、エンジンかかった。普通に平気みたいだ。あとは雪を下ろせば平気かな。俺は雪を下ろして愛車を運転した。すると、おお、出られた。やっぱりスバルはすごい。嘘だろ。じゃあな、トマス。また夕方に会おうぜ。こうして俺は会社に出社したのだけれど、あれ、誰もいない。もしもし社長、あの、今日の業務は。え？そんなのお休みに決まってるだろう。休業の連絡はメールで送ったぞ。君も無理して出社しなくていいから。あ、はい。残念なことに休みだった。はあ、みんながスバルに乗れば俺みたいに雪道でも走れるのに。あれ、トモス。さあどうしたらいいんだよ。雪道に車がはまっちまった。
さてはあいつ、俺のスバルが雪の中を走ってるのを見て真似しようとしたな。スバルと他の車の性能を一緒にしちゃダメだよ。エンジンから違うんだからできっこないだろうに。おいトマス、平気か？ないやろ、助けてくれ。てか呼びたいけど金がない。どうすりゃええべ。ああ仕方ないな。ちょっと引っ張ってやるから待ってろ。ちょっと、これで本当に平気なのか？大丈夫、何度もやったことあるから慣れてるしな。え？まさか。ああ、これで何度も雪道で立ち往生してる人を助けたことがある。ほら、すごい、俺の観光車が動いた。これで帰れる。ああ、大丈夫だろう。スバルはエンジンが違うんだ。そんじょそこらの車と一緒にしないでほしいな。にしてもすごい馬力だな。俺の車と同じぐらいの大きさなのにどんなエンジン搭載してるんだよ。そこがスバルの魅力だからな。ほら、俺以外にも同じようなことしてる人はたくさんいる。俺はトマスにある映像を見せた。なんだよこれ。普通車のスバル車が雪道に挟まったトラックを引っ張ってる？しかもトラック動いてるし。だろう、これがスバルの凄さだよ。確かにスバルは日本でもマイナーなメーカーだけど、寒冷地である東北や北海道では重宝されてるんだ。スバルが寒冷地仕様の車を専用に作ってるぐらいだからね。そうだったのか。俺もホームステイ先が日本の北海道でさ、お世話になったホームステイ先のお宅がスバリストの家だったんだ。雪の中をスイスイ走るスバルの車には驚いたもんだよ。すごい、雪道をぐんぐん走ってる。スバルの走りは世界一だからね。このくらい朝飯前だ。それにカナダも積雪が多いだろう。だから俺はスバルを買おうって決めて、それ以来スバルしか乗ってない。スバルの車なら雪の中でもまず立ち往生しないからな。確かにそれは言えてる。スバルはカナダの気候に合った車だったんだな。でもなんで日本の小さなメーカーのエンジンがそんな力を？開発にそこまで力を注げる秘密はなんだ？スバルはどちらかというと量よりも質の高いメーカーと言えるんだ。だから他の日本のメーカーよりもエンジンの質はダントツいい。それにそのルーツも品質の良さに貢献してるかもね。どういうこと？もともとスバルの前身は米軍も恐れたゼロ戦を作っていた会社なんだよ。名前は中島飛行機って言ったらしい。その中島飛行機の後継会社がスバルなんだ。戦後に作られたスバル360やスバルサンバーは国内でヒット。スバルは日本の国産車としての不動の地位を築くことになった。今でも地元の群馬の自動車の下請けといったらほとんどがスバルのものだ。スバルは地元の産業も支えているすごい企業でもあるんだよ。そんなすごい企業が日本の群馬ってところにあるのか。それだけじゃない。日本の外国人労働者はスバルの工場で働いている人も多い。つまり俺たちみたいな外の人間の雇用も生み出してると。そういうことになるね。だから群馬は外国人労働者も多い地域なんだ。だからスバル本社のある地域のお祭りではブラジルの屋台が出店したり、サンバのカーニバルも見れたりするらしいぞ。へえ、日本って日本人ばっかり住んでるイメージが強かったけど、結構国際色が豊かな地域もあるんだな。国内だけでなく、スバルは世界に向けても羽ばたいていく。1990年代以降はラリー選手権の活躍によりインプレッサ WRX が話題になった。またステーションワゴンの流行もスバルが作ったんだ。後部のドアが跳ね上がり式で座席スペースと荷室空間が分かれていないハッチバック式の車のことだな。そう、スバルのレガシーツーリングワゴンがその先駆けと言えるかな。そしてスバルの素晴らしさといったらそのエンジンにある。スバルといったら AWD 常時4輪駆動システムと水平方向エンジンが有名だ。
この技術を駆使した走りの良さ、そして雪道での走行を可能にする馬力、圧倒的な乗り心地の良さがスバル最大の魅力であり武器とも言える。なるほど、確かに技術力で戦ってるメーカーって感じだな。なんか人気だけでお前の車をディスっちまって悪かったね。本当にスバルは素晴らしい車だよ。俺も韓国車大好きだけど、今度はスバルにしてみようかな。もう雪道で立ち往生はコリゴリだもんな。なんだったら休日に俺の行きつけのスバルショップに行くか。え、カナダにもあるのか。ああ、もちろんあるぜ。俺よりも営業マンに話を聞いた方がいいと思う。その方がスバルのこともよくわかるよ。いや、そうしようぜ。俺もスバルのことがもっと知りたい。こうして次の休日に俺とトマスはスバルのショップに行くことに。いらっしゃいませ。お邪魔します。あの、スバルの車見せてください。かしこまりました。トマスも将来はスバリスト確定だな。